電力買い取るのうまいけどトレードは下手、リサイクルの阪神だな。うちは戦力外取るのうまいけどトレードは下手だから、鍋量はともかく高浜ってなんやねん。最近トレードできた選手で活躍したと言えるの誰やろ。高浜良かった時期やったんやけどな、ハムの時体ほんまボロボロなんやろな。大竹くれって言ってたのに中谷で交換できたのに歩だった。大当たりは14年の桑原、白似た当たりは20年の小林圭。いいだ、確かに近年当たりトレードは少ないけど、去年の現役ドラフト大竹でお釣り来るでしょ。10年前くらいまでは割とトレード成功してたんだけどな。平野、久保、亮太、今成とか坪井、野口、山田伊達、下柳中村、久慈関川、矢野大宝、小山、山内。そもそも生え抜きが育ってるから昔のように出血覚悟のトレードで戦力不足を補う必要がない。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。